元モリーニ製、コルサーロ1200、2005年発売元モリーニは、イタリアのオートバイ製造会社。1937年に、アルフォンソ・モリーニが、ボローニャで設立。当初、モリーニは、マリオ・マゼッキと、共同で、MM というブランドで、オートバイ製造を始めた。百八十七年に、トモリーニはカジバに買収され、百九十六年には、 投資ファンドのテキサスパシフィックグループへ転売。1999年4月には、ルカティの参加に加わったが、ブランドの使用権は、アルフォンソの甥いであるフランコ・モリーニが1954年に設立したモリーニ、フランコ・モトリ社が買い戻し、現在に至る。1898年1月22日に生まれた、アルフォンソ・モリーニは、オートバイ修理業を経て、16歳の時に、 自分の店を持った。それはちょうど第一次世界大戦開戦直前のことで、戦時中彼はパドバに駐屯していた第8機動部隊の仕事を受け負った。1925年、アルフォンソの腕を見込んだマリオ・マゼッティは、短気筒 125cc エンジンの製造、設計、オートバイ製造担当そしてレーサーとして彼を迎え入れた。二人の MM ブランドオートバイは、 アルフォンソのテクニックもあって、レースで成功を収めた。1927年のモンツァで、MM125 は6つの世界記録を樹立し、これは、520年間破られなかった。また1933年には、175cc バイクで、当時の最高速度時速 162km を樹立した。 1937年にマリオとタモトを分かつこととなったアルフォンソは元モリーニのブランドを立ち上げ 350cc と 500cc のオート3輪の製造を始めた。これらの軽量で燃費の良いマシンは政府の統制にうまく合致しさらに続く M610 モデルはカルダン駆動方式同様高い機能性を誇った。しかし第二次世界大戦が勃発すると 元モリーニの工場は航空機のコンポーネント製造を任され、オート三輪の製造は中断した。そして1943年、工場は爆撃を受け損傷した。1946年、元モリーニは復活を果たした。ボローニャ・ベルティ通りの新工場は三段トランスミッション付き、2ストローク単気筒エンジンを搭載したオートバイ T125 をよに送り出し、 さらに1947年には、スポーツバージョンを発表した。1948年、モトモリーニに乗るラファエル・アルベッティは、イタリア選手権 125cc クラスチャンピオンに、輝き、翌年、ウンベルト・マゼッティが操る 125cc4、ストロークサイチェシーエンジン搭載のマシンは12ビット HP、1万、RPM、最高速度時速 140km を誇り、 連覇を成し遂げた。トモリーには1949年からロードレース世界選手権 125cc クラスにも出場しており、1952年にイタリア GP で初優勝、続くスペイン GP でも連勝した。1953年に発表された 175cc4 ストロークオフエンジン搭載オートバイはグランツーリスモ、セタベロ、レベロ、スパースポート、 ブリースコラ、トリゼット、トリゼットスプリントなどのモデル名で発売された。1956年、モトモリーにはベルガミ通りに移転し、工場の規模を拡大した。1958年にアルフォンソは、ダンテ・ロンバーティニー、ネリオ・ビアバキと共に DOHC エンジンの GP250、マシンを製作。これは、同年のイタリア GP で1周目からトップを守り、優勝を遂げた。 このマシンは37ビット HP、11000RPM、最高速度時速225キロメートルを誇った。元モリーニを買って、栄光を掴んだライダーは多い。ジャコモアゴスチーニ、タルクイニオプロビーニなどが挙げられる。1969年6月、アルフォンソ・モリーニは71歳で亡くなった。娘のガブリエラ・モリーニが後を継いだ。 1970年には、モトフェラーリのフランコ・ランベルティーニが加わりもした。1970年代初頭、モトモリーには、フランコ・ランベルティーニ設計、フランコと G のマーカジーニが製作した72度、V ツインモデルを発表した。ストラーダや、スポーツなどのブランドで発売された、このオートバイは、144kg の軽量ながら 350cc の排気量を誇り、 25メートル MVBH でロルトキャブレターが採用された。1977年には V ツイン 500cc6 段変速のモデルを発売した。これらはすべてヘロンヘッド、単鉄成型クランクシャフト、ボールメインベアリング、大型平軸受け、ピン駆動コンロッド、前後のシリンダーを50ミリメートルずらしたオフセットレイアウトなどを搭載した。 これらには、キックスタートタイプとセルモータータイプがそれぞれ用意、された。鋼鉄製のデュプレックスフレームに、丸ッキ車のフロントフォークと、チェリアー2車のリアサスペンションをそれぞれ取り付けられた。ブレーキは当初こそ、ドラム式だったが、後にクリメカ車製の 260mm 系ディスク、ブレーキに換装された。1981年11月、 ミランショーで 500cc ターボが発表された。84hp、8300rpm を発生するエンジンは量産されなかったが、耐久モデルとして、キャメル500が、さらに1983年には、カングロ350が発売された。1986年には、クルーズ仕様のエクスカリバーが 350cc と 500cc2 つのタイプで発売された。 ハーレー・ダビッドソンは、元モリーニの V 型エンジンに興味を持ち、消排気量モデルでの使用を検討したが、この計画は、元モリーニの財政問題が浮かび上がったために、頓挫した。モジュール式設計がされていた350、c C エンジンは、単気筒への改造も容易であった。1975年には125円1、1978年には250。 t がそれぞれ発売された。これらは、v ツインの後ろ側のシリンダーを単純に外したような外見をしていた。これら短期等オートバイは、商業的には成功しなかったが、1985年には、キロジュール125が販売された。1980年代に入ると、元森には、販売台数減少と激しい労働争議に疲弊し、業績が悪化した。 1987年2月18日、嫌気がさしたガブリエラ・モリーニは工場をカジバに売却し、経営から退いた。こうして、ルカティやハスクバーナを買収しオートバイ界で急速に勢いを増していたカジバは、元モリーニをも参加に収めた。1988年、カジバ参加で元モリーニは、 V 型72度に気筒エンジンを搭載したダート3 5 0を発売した。1989年にはニューヨークで最後の耐久仕様、コガーとクルージング仕様が 350cc と 500cc の排気量で発売された。ただしこれらは旧来のモデルを基礎とした拡張版で新技術は特に盛り込まれていなかった。カジバは技術開発には消極的で フランコ・ランベルティーニが設計した新しい60度エンジンにも興味を持たなかった。そのため彼は元モリーニを去り、ピアジオ参加のジレラに移籍してしまった。この後の元モリーニは見る影もなかった。ベルガミ通りの工場は1993年に閉鎖され、エクスカリバーの生産はアゴスチーニ工場へ移された。1996年、元モリーニは ルカキと人からげにされて、テキサスパシフィックグループに売却された。しかし、単なる投資ファンドだった彼らには、元モリーニを復活させようとする意志は、微人もなかった。1999年、モリーニ、フランコ元売り社が元、モリーニを買い取った。同社は、アルフォンソ・モリーニの老いにあたるフランコ・モリーニが1954年に、設立した企業で、伝統ある。 ブランド復興に動いた。2003年、モリーに一族とベッティの合弁で、元モリーに社が再興された。2004年、元モリーに復活のネイキッドモデルである、コルサーロ1200が発表され、翌年に発売された。さらに続けて、912が登場した。初期モデルにこそ、燃料噴射機構のコンピュータ制御に、トラブルがあったが、フランコ・ランランベルティに設計による、 コルサコルタエンジン87度、V 型2筒千 1187cc は 140bitHP、8500rpm を発生し、コルサーロ搭載モデルでは 123bitHP、6500rpm、q 1 2搭載モデルでは 105bitHP、8000rpm にそれぞれ調整されている。2006年10月10日には、新車、 コルサーロベロシセ1200を発表した。ありがとうございます。